ジェン君、おはようございます。今日は黒犬パパさんは営業で外出です。爪伸びてるね。ジェン君、みんなでおとなしく留守番してくださいね。これはダメだよ、キム。白目でした。はい。ニーポンちゃん。ちゃんくん。今ですね、これから出かける、まあ、1時間前になったんですが、テレビのニュースでですね、乗り換えを予定していたある駅で、10人殺傷されているっていうニュースが入りました。そこで乗り換えせずに新宿まで出て、折り返してくるということにします。プラス十何分かですね、2時間ちょっと、2時間以上かかってしまいますが、とりあえずその乗り換え駅で足止めを食らう、または、電車がストップしているといけないのでですね、予定よりもまあ約15分ぐらい早く、家を出ることにします。行ってくるよ。まだちょっとあるけどね。はい、パンちゃん、なんだかいろんなことが起きるね。事件が起きたという出来事で今乗り換えをしています。駅構内ではなかったようなので問題なく乗り換えました。営業から帰ってまいりました。ジャン君もポンちゃんも甘えてないね。お迎えに来て少し喜んだけど飯食ってます。はい、クールビューティーポンちゃんは寝てましたね。ポンちゃん